浪速区のこちらの会場では、日本に住む外国の皆さんに向けたワクチン接種が行われています。外国人の就労や生活支援を行うヨロジャパン。ここで昨日、日本の住民票を持つ外国人や地域住民らおよそ1000人へのワクチン接種が行われていました。会場の中に入ってきましたけれども、最初のプロセスはどういうものなんでしょうか。はい、まずですね、受付をする前に問診票の確認が行われます。で、外国人の方はもういらっしゃいますので、まあ、この段階で英語対応する人間がですね、問診票を持っているのかどうか、事前に作っているのかということをここでチェックさせていただいて、もし持っていない場合は右側のカウンターの方で多言語対応の問診票を使って記入していただく。この日やってきた外国人はおよそ600人。接種の際使用できるのは日本語で記入された予診票のみのため、会場では日本語が読めない外国人向けに英語や中国語、ベトナム語など日本語を含めて18の言語に対応した予診票作成システムを活用しています。記入の方法はこう。スマートフォンを使って QR コードを読み取り、専用のサイトに入ります。例えば英語を押すと、このように名前などを書くページに移りますね。名前、住所などを入力した後、日本語の予診票と同じ内容のワクチン接種についての質問に答えていきます。そしてプリントアウトを押すと、日本語の予診票が表示されました。ここまでずっと英語で質問に答えてきてたんですけど、最後の最後、日本語ではい、いいえ、問診票にチェックがついた状態の A が出てきました。スマートフォンで作成した予診票を紙の予診票に書き写すことで、日本語が読めなくても記入ができるというわけです。実際、ワクチン接種の際、日本に住む外国人にとって言語は大きな壁となっていたようです。What was the first impression for you to when you got this coupon? Like, you had no idea? Did you ask anyone or did you check it? Yeah, I got no idea when I first got this. So I put it in my pillowcase, under the pillowcase. I think it would be the important thing for the future. I thought that and I put it. Okay. I think it's a good opportunity for us, for the foreign student like us.また会場には多言語に対応できるスタッフもいるため、医師との予診でコミュニケーションが必要なときはそのスタッフらが通訳に当たることも。言葉の壁をなくして接種者のストレスを少なくしているのです。消毒 OK ですか？リラックスちょっとチクッとしますね。はい、手の指先ビリビリないですか？大丈夫ですか？あ、大丈夫です。ありがとうございます。終わりますか？終わりましたよ。今日ワクチン打たれましたけど、どんな気持ちですか？安心する。安心する？For us foreigners who are able to like get vaccination in this country is definitely pretty good for us because after all our own country is providing it, but because we are here, so a lot of us, especially our families, they were wondering like, are we going to be able to get the vaccine here because we are not Japanese after all. So like having such opportunity, we are thankful for it. Yeah, we are grateful for it. Right. Yeah. 主催者は日本人の接種が進む一方で、取り残されがちな外国人が接種しやすい環境づくりが必要だと話します。外国の皆さんの反応はいかがですか？きっと安心していただいているんじゃないかなと思います。母国の人たちもですね、きっとその今日来ていただいた方々の母国には家族がいてると思いますので、そういう家族の人たちにもワクチン打ったよって言えるようになると、なんか日本での生活ももっともっと安心安全になるんじゃないかなと思ってます。